部長です。紬だよ。今回はこの左だな。またボスが忙ってことで前回はやめたけど、どうなるだろうな。いるとしたらこの3番。相手するのか。再開したばかりだからね。少し慣れるためにも。なんかもう半分のけたっていう。まあ大丈夫だよ。なんかボスじゃない雰囲気か。とりあえず進んでみて。左はすぐ壁か。下があるからそっちから。ここは閉じているな。もしかしてこいつらを倒してか。それ以外にも限って線路あるから。とりあえず倒してみてだね。油断して落ちるなよ。それは嫌だね。おおい、手下も似たような構造。とりあえず今いる奴らを。危ないな。呪われちゃった。おい大丈夫か。一旦体勢を整えて。それで回復だな。で、では気を取り直して。そういえばやられた時のカルマは。それはしたね。ここに。まあそれほどの量ではないだろう。それでもとりあえずね。今度は落ちないように。それに。そんなこともないんじゃないか。とりあえず右に行ってみるか。開いてる開いてる。まあそんなもんだよね。確かに。でアクセサリーか。とりあえず見ておこうか。トコイズンチョッパーはもういいや。これだな。攻撃力アップなら悪くないかな。ではこれでだな。上のところも確認してこないと。これでここも開きそうだな。へばるんじゃないぞ。でやっぱりここも宝箱ね。くさび石か。まあ悪くないね。で残りは左に行けそうなところがあるけど。ならそこに。というかボスいなさそうだな。な感じするね。新たな敵か。確かに見たことないよ。そこそこ体力もある。もしかしてこれって先があるんじゃ。そんな気もしてきたな。とりあえず左に。うん、これでまだ先だ。で、以上か。なんか大剣っぽいの来たな。それよりこれで結局ボスいなかった。じゃあ軸石を見せに行こうか。都心部3セクターに戻ってきたな。隣にいるリコの元へ。お選択肢が増えている。さすがね。これで次の選択肢書こうか。さすがね。もしかしてこれで終わりじゃないか。じゃあこれで。ありがとう。買い物するか。てか特になんで異界の隙間に行ってみようかな。候補は2つか。まずは帯同の塔のところで見たやつから行ってみるよ。ここだな。イベント来たね。これで新たな場所へか。それで天空のルーンってことだろうね。こ
ここは都心部に17セクターだ。そのことね。これは左に進めってことだな。まあ上はないよね。さすがにな。では行こう。まあ体力はな。やはりここまで来るとまあいけないしね。段階でも攻撃力はバカにならん。で落ちてった。まあそれはそれで、まずは上から確認してこようか。あのマンホールから紫のオーラ出てたし、さすがにいきなりボスってことはないだろうな。それはね。あ、これなら別に降りてもだね。ここは宝箱で終わりみたいだな。じゃあマンホールの方へ。よし行こう。左はないと思う。だね。防衛があるか。この部屋自体高さがあるから、この後敵が別々になってる可能性があるな。だな。完全に別の部屋になった。だが上だと宝箱あたりで終わりそうだ。それでいいと思う。むしろ続くなら取り逃しって感じになったし。まあな。しかしここに来てあげる。なんとなくだけどね。すごくハマっている気もするな。これ下手したらやられちゃう。一旦逃げたか。回復もできたし。戻るのか。右の部屋を確認。宝箱だな。まあこんなもんだよね。さて、左はいいのか。おそらくさっき分かれたところに繋がりそうではあるけど。まあいいか。でこっちは行き止まりか。なんかキーアイテムっぽいの来たな。ここは読んでおくか。これだな。扉の解除方法。これだと書いてある順番に倒せってことか。だな。まあこの3体がいる部屋になったら改めて読むか。フライでいいだろうな。まっすぐにつけるわけでもないだろうし。これで戻ってきたかな。確かに上に。でさっきはこんな敵というかさらに下に来た感じだな。まあいいか。これで魔の場所にってことだな。駆け抜けたな。なんかいちいち相手するのもね。折り返したか。またここで上下か。さすがに下は行き止まりになるだろうけど。というかそこまで広くなさそうだな。
となるとボスが近いか。さすがに今回はね。でもまたショートカットで遮られている可能性あるけど。確かにな。とりあえずレベルは上げておいて。とうとうレベル上げるのに必要なカルマも1万か。ほんときつくなったね。まずは上からか。なんかボスっぽい気が。で、ショートカットを開通させないとか。これ左から回ってってパターンだ。だな。おまかっぱらしいの。相手しないのか。倒すのに手間取るくらいなら。ここは上にも行けたけど。まずは左で行き止まりを目指してくる。できるだけの箱なくて済むように。ここのシェルター出てきな3体か。となるとさっきのキーアイテムのところ。これだな。暴走、ハントライド、ドローンの順で。ドローンはいいとして他の2体はどっちがどっちか分かっているのか。まあそこはやってみて。ドローンからやった。やり直し。では改めて。こいつからどうぞ。マーレスはあの後も失敗したんでね。あとはドローン。なるほどな。さて何があるかな。もうさすがにアビリティはない。マーコーなるよね。またコードネーム T か。いろいろと見えてきた。ここで職人のチョーカーか。闇属性のね。では戻って上だな。上は宝箱みたいだったが。また後で回収。てかあの世だとそこまで重要なものは入ってないだろうし。じゃあとこれでショートカットのところまで来たかな。じゃあセーブしてボスに挑もう。この右の部屋だな。ではカエン兵器か。なんかもう一気。もしかして今回は2体同士か。ってことじゃない。とりあえず装備を。こっちにしよう。これを炎耐性か。まあ明確に攻撃属性が想像できるの火炎兵器しかないからね。確かにな。これもとは思うものの。いやそれ装備しても攻撃の属性上がらないからみたいだったね。
オカルトもとは思ったけど、まあ氷川で十分だ。だね。で、油断すると直に対かぶると攻撃が見えにくいんだよ。確かに。まあさすがに。だね。なんかギリギリだった気もするが、まあやれてよかった。でこの後天空のルーンだよね、おそらく右に。なんだ、パンイチか。キャー、これは主人公の、まあ過去の記憶ってところかな。で終わり。それだけか。遅く説明一切なし。とりあえずこれで勇気の天空のルーンか。じゃあ残りが力の天空のルーンってことだろうな。